ハロー。ヒル、ヒアイザ、ハロー、展望台。ハロー、展望台。ハロー、展望台。マウンテンタップ。You can see it's a viewing spot.イトゴン、イトシマ's character, and look at this view. わあ、すごい。欧米人がここに来ると、これ見ながらこう全部旅の振り返りとかするんだけど、ローカルから見るとどんな。あのこの街見ながらどんな感情が生まれてくる、自分の街みたいな、それかなんか、ああリフレッシュができるとか、うん、あのなんか、うん、気持ちをリセットしたい時に海に行ったり、この山の展望台来たり、なるほど、する。え、一人でも切ったことあります。うん。もう自殺しようかと思って。違う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 。カットカットカット。あ、ちなみに、これが萩の花よ。あ。萩の時期は萩。おはぎって言うでしょ？うん。ね。あ、この前の話したね。萩の花。この前の話したね。あ。作るお団子だから、おはぎ。はぎ。で、この時期、秋。だから、秋のお彼岸の時に、うん、渡す。作るのがおはぎで。おはぎ。で、春はもう一個、あ、ボタンの花が咲くから、ボタン餅。ボタン餅よ。同じものなのよ。それ、ど、いつ渡すんですか、その。お彼岸。そう、ちょっと、あれ忘れてる。彼岸って。春のお彼岸と秋のお彼岸があるわけ。うん。彼岸って、かの騎士だから、はい、over there, over the mountain? 違う。over the wave. 仏教の中では、うん、死ぬ時に三途の川を渡るわけ。三途って中国にあるの？三途？あ、shore ね。騎士は shore。shore。うん。で、this side and that,そっち側ね。ああ、はいはい。川のね、うん。で、それを渡るとあの世に行くっていう。あ、別の。うん、向こう側に、はいはい、天国行くのと同じで。なるほど。うん、で、お彼岸に、うん、あの、春と秋は、うん、ご先祖様が、うん、まあ、成仏はしてるんだけど、その、眠ってるんだけど、お墓参りをしたりして、はい、うん、あの、思い出す日。ああ、その人の。ああ。それをお彼岸と言います。で、その時にお供えするお団子が、おはぎとボタン。ボタン。で、これがおはぎ。うん、これが秋、うん。秋のお彼岸に、作るお団子が。が、この形に。違う、全然そんな形じゃないんだけど。味？うん。季節の。名前だけ。花の名前だけ。あ、名前だけをつけてるわけ。うん、ああ、うん、はいはい。で、なんでかっていうと、お団子と一緒にお花も飾るでしょ。確かに。うん。ええー。あの、墓にね。うん。うん、面白い。よかった、見えて。なんか、その話、ずっと前から、ちょっと、もっと深くにしよう。ね、ああ、うん。だから、今度は春先に。はい。また、そうですね。ボタン餅と。作りましょう。ボタンの花を。はい。写そう。ああ、しっかりする。うん。だから、そういうことも、多分、みんな面白いでしょ、そういう。そう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 、その、意味がある、歴史っていうか、こう、うん。お坊さんにそういう話聞くとまた面白いよね。ああ、うん。深い、深くまでいけるし、うん。で、うちの宗派ではそんなこと言わないとか、あるかもしれないですね。うん、ああ、はいはいはい、うん。別の地方とかね、うん。Thank you, なおこさん。Yes.See you. See you on the next video. And bye, Ryu-kun. See you. Bye, Chung.